血管です。最近あちこち調子悪くていけません。原因は分かっとるんです。ご主人さんの生活習慣ですわ。ご主人さんには困ったもんです。お菓子ばっかり食べるし、しょっぱいものも好き、夜更かしもするし、運動もほとんどせえへん。心臓さんや脳さんにも迷惑かけてしもうて、このままやと循環器病になってまう言うてはりましたわ。あ、循環器病ご存知です？心筋梗塞や脳卒中みたいな心臓と血管の病気のことを言うらしいんですけど、心臓と脳の病気だけでも日本の死亡原因で癌に次ぐ2番目らしいですわ。介護が必要になる可能性も高いみたいです。一度発症すると再発の危険があったり、治療費も高額になる傾向があるとか。ご主人さん大丈夫かいな。しかも自覚症状がなく突然発症して気ぃつくと重症化してることもあるらしいんです。ご主人さんも自覚症状なんやろうな。僕はこんなに調子悪いのに。あ、すんません、愚痴ばっかり言うてしもうて。皆さんは循環器病にならんよう生活習慣に気ぃつけてくださいね。はあ、ご主人さんも今から生活習慣見直してくれんかな。